戦え虫よけ虫ペール。昭和60年正月作品として公開され早3年、以後4作で約50億も稼ぎ出すビッグヒット、ビーバップハイスクール、そして今第5弾、高校与太郎音頭の登場。もちろん主演はキャーの中村徹。ラブストーリーを君に、悲しい色やねんに続き一段とその魅力もグレードアップ。そしてこちら何のシリーズ、スケバンデカハイカラさんが通るに続く第3弾菩提樹。今までのタッチとは一転した文芸調のラブストーリー。何のの演じる主人公も過去2作のコミック的要素の強いキャラクターとは正反対、実に乙女チックな南野陽子等身大の役柄。新しい何のが発見できるぞ。てなわけでノリに乗ってる2人の撮影現場にお邪魔してのメイキングスペシャル、トール&陽子夏が眩しい。生活ネットワーク日本文化センターとご覧のスポンサーがお送りします。そのままでいいのさ、笑顔に会えるから、今何か感じてる、コカ・コーラ爽やかテイスティ、どうしたんだ？赤ちゃん言葉はもうやめなさいって言ったの。正面喧嘩、あれ正面喧嘩、あれまさかのままストレート、正面喧嘩。ヤンバさん、手間をかけて、ソースをかけて、時間をかけて、おいしいセブンイレブンシェイク新登場。セブンイレブンいい気分。ケンタッキーは今チキンとビスケットによく合うフルーツシャーベットが3個つきました。お得な1500円、サマーファミリーパックケンタッキーフライドチキンです。今度は見ろ、オリンピックバック見ろ、バックプレゼント、プレゼント、オリンピックバック見ろ、オリンピックバックプレゼント、今度は見ろ、オリンピックバック見ろ、オリンピック。玉や鍵やビーバップやドドーンと上がった喧嘩花火、パンチキックの火花の下で踊り狂うは愛徳一家、喧嘩ごめんの第5弾、その名も高校与太郎音頭。さてさて、今回の火種はと申しますと、新旧世代交代を目論む北高維新軍団が出現。トールたち各校の頭をターゲットにジェネレーションバトルが勃発。ヒートアップした戦いの終着点はトールと慎吾の頂上決戦。友情を立てれば仁義が立たぬ、もっこり立てれば女が逃げる、意地を通せば血の海地獄、壮絶無比のベアナックルファイト。主演はもちろん中村徹。スケールアップした演技とアクションが炸裂。女性陣は宮崎真澄を頭に長田美穂、白島康代、そして五中の証拠役で初合流橘梨沙と美女ばっかり。男性陣に小沢ひとし、大地康夫、草薙浩二郎、ちいたけを、梅宮勝雄がっつい始末と豪華な顔ぶれ。おなじみ愛徳一家もバリバリ。そしてシリーズ中最も過酷なオーディションを勝ち抜いた最後の突っ張り40人がトールたちに牙を剥く。もうこれだけ聞いただけでもワクワクドキドキ。全国津々浦々のヤンキー姉ちゃん兄ちゃんからミハボちゃん嬢ちゃんまで、映画じゃ見れない中村徹の魅力、現場の熱気、笑いの NG などなど、映画公開前に一挙に放送。題してザ・メイキングスペシャル、ビーバップハイスクール高校与太郎音頭、俺たちが一番熱いぜなのだ。なんとこの雨雨雨っていう感じでとうとう梅雨に入ってしまいました。でもビーバップハイスクールの撮影の方はね、もう元気よくこの倉庫の中で行われています。さて、女の子にリンチを受けているのはキクリンこと橘の番角キクナガ。北高のサナエとエミにいいようにいたぶられ、テストと本番合わせて13回も蹴りをいただきました。痛そう。さあ、いよいよ北高の維新軍団が登場。シリーズ中最も過酷なオーディションで選ばれただけあって見るからにおっかない。だけど妙なやつも中にはいます。ほら、俺が北高のサナだ。俺は喧嘩が弱い、やられてばっかりだ。で、我らがヒーロー中村徹登場。さすがに主役、
北高維新軍団にも負けない威風堂々とした貫禄で現場入り。さて今日の撮影はシーンナンバー12、北高のたまり場の倉庫に無理やり連れてこられるトール。俺たちは誰の子分でもないをスローガンの北高の2年坊鍋、サダ、工藤らとの初対決シーン。果たして軍配はどちらに。はい、ぐるぐるぐる。何調子に乗ってんだこの野郎。喧嘩は先手必勝、まずはトールの勝ち。核は核のごとく金網の下敷き、足を挟まれてしまった。俺がビーバップだよ。はい、さて後半戦、先ほどのキクリンもトールに加勢、維新軍団危うし。ではとくとご観戦ください。なめんな。いや、このメガトンパンチや。ゲッ、うっ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 、すごい迫力。蹴りなんか本当に入っちゃってる感じで、結果の方は本誌予想通りトールたちの勝ち。アクション的にも満足のいく出来だったのに。はい、ありがとう。はい、もう一度。映画って本当に大変なんですね。この倉庫に買い物カゴを下げて前川慎吾とやってきたのがこの方。そうですね、あの別にあのどういうんですか、あの別にこうあの流れにあんまり差し支えのない役ですので、あの楽しいあの映画だと思うんですけれども、まあ、あの笑いのある映画の中に私のあの私が出てきて、その笑いがホッとするような笑いにしたいなとは思ってるんですけれどもね。はい、でこの役っていうか主婦で、はい、しかもこう別な代で、ほんであの高校生と、ね、何やらなんかやらしいことをするというね、あの明るくやりたいと思います。そうそう、突っ張りより怖いのが赤ん坊。一度泣き出したら止まりません。演技よりあやす方が大変みたいね、やす子ちゃん。こんなに苦労するとは思わなかった。ここは女子校の校外実習の現場ではありません。中村徹がオーラが村に来るというので、朝からどこからともなく集まってきたんです。学校行かなくていいの。そうなんです、招かざる客、地元の暴走族、ブン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 ハエみたいにうるさい。トロさん一言、あんたはエロい。そんなことを言ってるうちに、この二人どっかで見た顔。はいはい、そうなんです、四作目の強敵、赤毛の西と話の柴田。あら、折ったはずの歯が生えてる。いやいや、これにはトール君もびっくり。そうなんです、あの北高の維新軍団が西柴田を助っ人に呼んでの第2戦。本当に懲りない面々、しかしこれで力は五分と五分。ブー NG、 力が入りすぎてビール瓶が粉々。有り余るパワーと真夏の陽気のせいで、雨製のビール瓶は触っただけでも割れてしまう。どうやって喧嘩すんの、そんなんで。と言って本物じゃ割れないし、雨ビールは振っただけで割れちゃうし、現場はたちまちビール工場で、解決策は本物のビール瓶に割れ目を入れておくことに決定。しかしいくらプロがやるとはいえ、なかなかうまくいかない。ビール編、最後は北高核の NG。 あらだら、ビール瓶捨てちゃった。あら、ビール瓶どこ、あれ。ではここでビーバップ役者泣かせ名物、産地直送那須監督の顔面パフォーマンス。まあまあまあよで、昼休み、スクリーンでは見られない様々な表情を見ることができます。こちらは高校対抗カラオケ大会、可愛い課題曲もこの通り。
ビーバップ軍団、遊びも仕事も一生懸命。一方、こちらはトールとノブオ。トールさんには何でも相談できますというノブオ。さて、何の話をしているのかな。聞きたい？教えない。昼休みも終わって、いよいよ西柴田とトールの乱闘シーン。アクションシーンはビーバップの命というだけあって、中村トールの目つきも一段と真剣です。一つ一つのアクションが綿密な計算によって一つのシーンに組み立てられていく。続いて今度はトールと森カメラマンとのカメラアングルについての打ち合わせが行われる。後ろ向きが大浦にこうやられて、あれを早く振り回してさ、こんなこっち早くこっち回るように。いくらアクションが良くてもカメラがそれを捉えることができなくてはどうしようもない。本番ギリギリまでトールが中心になってアクションにアレンジが加えられていく。それで組み合うなんてやってるのはこっちは間を持たせるだけの意味しかないから。さあ、いよいよ本番。スタッフキャストもアクションシーンが一番緊張するという、そんな張り詰めた空気が現場を包む。本番よー、はい、やろう。湧き上がる拍手と無論 OK。 迫力、スピード感、もう最高。映画のアクションシーンってこうやってできるんだと思うと感動的ですね。そして緊張も解けると、中村トールの特別ファンサービス。まあ、しかし呼ばれるたびに振り向いていたんじゃ体が持たない。そこでグッドアイディア。しかしいちいち上げていたんじゃこれまた体が持たない。これでどうだん。ファンサービスって本当に照れちゃうよね。シャイでナイスガイの中村トールではありました。ではコマーシャル。お酒が程よく冷えました。日暮れ鈴風、虫の声、あなたと飲んだ心よさ、夏の夕べの土佐鶴霊陽酒。周王土佐鶴、お問い合わせは中泉東京支店へ。乾いた運動神経よ、これだ。体に染み込むスーパースポーツドリンク、ゲイタレイド。熱き心スイング、26日より平和島にて開催。選べる夏のグルメセット。あ、母さん、今夏のグルメセットの前にいるんだけど、
ベーコン焼きバーガーとチキンチップ。彼は田舎の母と相談して選ぶ。キッチンと美味しいファーストキッチン。ペンセリバーゼンコーヒー。うまい。ポッカ遠赤焙煎コーヒージェント。はい、こちら現場の写像、小川エレナです。この高崎でなんと大乱闘シーンの撮影が行われているわけなんです。はい、聞こえますよ。よーい、はい。キーンと、みんなでアラレちゃんごっこをしているわけではありません。火薬を使ったカーアクションシーンのドライリハーサル。こちらトールは火薬に着火した後、爆発までのタイミングチェック。じゃあ爆竹もやってみても、監督の方やっていきましょうか。いいよ。あっち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 。楽しそう。でかい方がいい。さあ、いよいよトールが車に乗って最終テスト。よーい、このシーンは北高維新軍団との最終決戦にトールが爆竹を投げ込みながら乗り込んでいくというもの。 おっと、これはハプニング。着火した爆竹がトールの手の中で爆発。大丈夫かな。ではスローでもう一度。うわー、熱そうで痛そう。しかし無情にも本番はもっと大量の爆竹と爆薬が使われることになっています。で本番。よーい、あいーっ。ファースト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 。あら派手。しかしこうなってはカットの声もほとんど聞こえません。そのままアクション続行。OK、 やった。しかし暑い。舞い上がる火の粉が首筋に。今日は通る火難の層が出ていたようであります。これ何個ぐらい。次は佐の突撃人間爆弾。30 個, 弱ぐらいです、ね、30個がいっぺんになるわけじゃないですよね。ないです。10秒ぐらいの間隔の間で30個を鳴らしていきます。あのこんだけセットしてあるんですけども、危険性とかその辺はちょっと聞いてみたいと思いますけど、どうですか。やってみなきゃ分かるんですよね。たかが30発よ。危険性大だって。危険なんてもう背中慣れちゃって構わない。しかし本番が近づくにつれ、顔から余裕が消えていく。手元もかすかに震えている。怖えよ。朝から気持ち悪いんですよね。非常に。ああ気持ち悪い。なぜか目尻が痙攣する。背中に背負った火薬が重い。おまけにガラスに突っ込むなんて。最後ぐらい優しくしてやろうという鍋の心遣いも、サナエのサービスも、今のサダには意味がわからない。それより森カメラマンの言葉が怖い。顔からもうバシャーって行った方がいいんだよ。かわいい。心配げに見つめる仲間の視線にも全く気がつかない。ただ一心にガラスを見つめるサダ。時が迫る。じゃあバラしますよ。一回ちょっと脱いじゃう。まだね、脱げないね。脱げない。うん、暑いからね。ちょっとここまで。はい、じゃあバラシ。あ、ね、余裕でしょ。何回でもやっちゃうもんね。よく言うよ、このお調子者。ビバショータイム。俺の彼女。Give me a fucking monkey, baby。くれない。誰か教えて、すぐに。はずじゃない。やっぴ、坂井のりこで。キョンキョン。キョンキョン。夜明けのミュン、君が泣いた。久しぶりに手を引いて。
はっきり言って橘にさこんな頭おかしいと思わなかった。キャーラメル拾ったら早くだっけ。違う。ここは高崎のとある商店街で、主役はこの方たち。東映映画の撮影ということで、心よく協力してくれた皆さんも、突然の犬たちと突っ張り軍団の来襲にあぜん。平和な商店街の時が止まった。この日一番緊張したのは、何を隠そう金太郎、大の犬嫌いなのである。愛徳一家も今日ばかりは犬に押されて影が薄い。ビーバップスタイル。よーい、はい。シーン的には先に北高維新軍団に突っ込んでいったトールたちを助けに向かうという設定だけど、どう考えても犬よりタクシーの方が早いと思うんだけどな。はい。あ、止めて止めて止めて。犬がこんなスピード出ると思わなかった。上手かと思った俺。駐車場戻り込まなかった。よかったよな。モロコはメンバーがいるんですけど、今回この撮影現場からその雰囲気をちょっとね、みんなに教えてほしいんですけど、どんな楽しいことがありますか？もうほんとただのお兄ちゃんもみんな優しい。鍋のお兄ちゃんもみんな、お姉ちゃんも優しい。お兄ちゃんお姉ちゃんばっかりなんで楽しいです。で今回ね、中村徹くんと共演で、こう中村徹くんを見てどうですか？嬉しいとか、こうなんか感想。すごい優しい。こういう人がお兄ちゃんにいたらいいなっていうのが あります。一緒にねお芝居とかしてて、こうやりやすいとか、そういうのはあります。やっぱりこう堀さんがすごい真剣になってると私の方もこう真剣になっちゃうし、そういう意味ではすごくやりやすいです。私今まで歌の方が好きだったんですけど、このビーバップハイスクールやってからお芝居も大好きになっちゃったんで。そうですね、すごく私は可愛くってかっこよくって強い、喧嘩の強い女の子なんで、ぜひ皆さん見てください。でいよいよ大賞、中村徹登場。しかしすごい歓声。映画の撮影現場というよりほとんどコンサート会場といった感じ。広い駐車場のフェンスにも砂糖に群がるアリのように女子高生がしがみついております。そしてこの工事用の巨大なクレーン、異様な光景であります。帰ってそう。砂糖。まずは徹たちの動きをスタントマンが見せてくれる。一応動きは分かったものの、一抹の不安は隠せません。何度も空を見上げるトール、いつもは見せない表情である。いよいよ本番、北高工藤との決着シーン。2人で組み合ったまま3階の窓から飛び降り、空中で決着をつけるという設定。しかし大型クレーンで地上10メートルも吊り上げられる気分はどんなもんなんでしょうね。いやきっと味わいたくない気分でしょう。ギャラリーのギャルも心配そう。湧き上がる拍手と歓声と、南春夫先生がおっしゃいました、お客様は神様ですを実感した中村徹でありました。そして足を地につけ、いつもの中村徹の表情に戻る。ありがとう。いかがでした？メイキングスペシャル、ビーバップハイスクール高校与太郎音頭。現場の熱気が皆さんに伝わったでしょうか？しかし今回ご紹介できたのは映画のほんの一部だけ。まだまだすごいシーンがたっぷり。例えばとこれ以上は言っちゃいけないと東映の方に言われておりまして、とにかく過去4作に比べ最高の出来というスタッフの言葉からもビバップファンならずとも必見。8月6日全国東映系でロードショーをお楽しみに。
というわけで今回忙しい撮影現場に我々メイキングスタッフがお邪魔して本編のスタッフキャストにご迷惑をかけたお詫びにこれで許してください。ではここで中村徹&愛徳一家から一言。ビーバップハイスクール高校横浜音頭よろしく。さて後半は南野陽子主演五大樹のメイキングスペシャル。さあどんなシーンが飛び出すか。その前にコマーシャル。